警察によりますと、今朝6時50分ごろ、土佐市高岡町の市街地に体長1メートルほどのイノシシ1頭が出没。信号待ちをしていた通学中の女子高校生に突進して転倒させました。6時50分ぐらいに私はこちらで店の開店準備してましたら、はい、そちらから走ってきまして、そのまま止まることなくそちらにいた女子学生に体当たりしたという感じです。ということは、この駐車場をもう斜めにまっすぐ走っていって、信号を渡ったところにいた女子高生にそのまま、はい、そうです、はいはい、スピードは犬が走るぐらいのスピードで、大きさは体長1メートルぐらいで結構大きかったです。最初大きい犬かなと思ったんですけど、なんかこう体高も高いし犬ではないなと思って、イノシシやって分かった時にはもう突っ込んでいった感じですね。倒れて、その倒れているところに3回ぐらいこう頭突きをしているような状態でした。で、立ち上がってこう歩き始めたんで、僕は声をかけて、でこちらに座ってもらうように連れてきました、はいはい、でもその後はイノシシは、こっちのまっすぐ北の方へ向いて走っていきました、はいはい。まあ、それが7時前の話ですね。そうですね、はい。イノシシはこの後、犬の散歩をしていた40代の女性を襲い、右足を噛みました。土佐市高岡町です。こちら東西の道なんですが、中央商店街につながる道になります。今朝7時前に、イノシシが出没しまして、助けてという声でこの近所の方たちは外に飛び出してきて、イノシシを目撃しています。イノシシはこの道を走ってきて、そしてこの北に向かって逃げていったという目撃情報があります。助けてっていう感じで声がしたもんで、はい、暫時飛び出したわやけど、本当逃げてるイノシシを向こうの電信柱、はい、うん、のところ路地へ入っていきよったみたいな木。結構大きかったですか？1メートルぐらいじゃないのかね。こんなところにイノシシが出てるなんて初めて聞いたき、うん、怖いね。さらにイノシシは土佐市民病院付近で70代の女性にも突進して転倒させ両足を噛みました。3人の女性はいずれも怪我をして病院に搬送されました。このほか土佐市によりますと、イノシシが40代の女性を襲った場所付近で別の人がイノシシに噛まれたという情報が1件あるということです。またイノシシが車3台に接触する事故も起きています。午後6時現在、イノシシは捕まっておらず、警察は発見した場合は不用意に近づくことなく連絡するよう呼びかけています。土佐市の市街地に出没し、3人の女性を次々と襲って怪我を負わせ、さらに3台の車にも接触したイノシシ。一体どこから現れ、どこへ逃げたのでしょうか。イノシシを発見した場合は、土佐警察署088-852-0110、または土佐市産業振興課農林業振興係088-852-7656に連絡をお願いします。